高校生になってすすぐのことです私は一つ夢を持ちました高校に入っていろいろな中学校出身の人と出会って私はこれまで自分がつながりがなかっただけで自分の地元にはこんなに面白い人たちがいるんだってことを発見してそしたらもしかしたら他の高校にももっともっと面白い人たちがいてその人たちと 一緒に何かを作ったらこれはもうめっちゃ楽しいんじゃないかと思ってそして2年越しにその夢が実現しました私は今年の夏にプロデューサーとしてこんなイベントを開催しました超学校祭ですこれは13校の高校中学校そして60人以上の中高生スタッフが集まって作り上げた 一つの学校祭型イベントで学校の垣根を越えて私の地元帯広広小路商店街で行いました例えばこんなふうに歌ったり踊ったり他にも部活動単位で企画に参加してくれたり中高生が自分の好きなことを表現している姿を見て私の夢が実現してすごく嬉しかったですでもこの 超学校祭の裏には実はものすごいたくさんの失敗がありましたそれはもう数えきれないほどの私はこれまでプロデューサーとして超学校祭の中で運営に関わっていてミスが起こるといつもこう思っていました「私がやりたい」って言い出したんだから私が全部なんとかしなきゃ「プロデューサーなんだから責任取らなきゃ」って そこにとらわれてしまった私は、周りが全然見えていなくて、ああ、この資料を作り忘れてた、やばい、作んないととか、お店との連絡するの忘れちゃってた、やばい、やらなきゃ、あ長小学校祭のパンフレット150部頼もうとしてたのに、間違えて1500部頼んじゃった、バカみたいな、<laughs> そんな冷静なら犯さないミスを何回も何回も、そのたびに反省するのに、私は周りが見えてないから。 また同じことを繰り返してしまって、そうやって一人で抱え込んで、抱え込んで、でも、超学校祭一週間前になって、私は限界になっちゃったんです。そして、もう無理だと思って、初めて中高生の運営のみんなに大きく声を上げて助けを求めました。ごめん私無理だった 一人じゃもうダメだできない助けてってでそしたら運営のみんなが「えっそうだったのごめんそんな大変な状況だなんて分かんなかったえっ今から私俺何できるどうしたらいい?」って言ってくれてしかもそうなったら運営じゃない友達まで手伝いに来てくれてで私はそれまで知らなかったんですけど実は運営の中にめちゃくちゃ資料を作るのがうまい子がいたり 他にも会計の仕事が好きだよ得意だよって人がいたりそんな感じで聴学校祭3日前にはあれよあれよとイベント当日に向けて形作られていきましたそして2018年7月29日私たちは無事聴学校祭を開催することができましたありがとうございます で後日振り返ったとき分かったんですなんでこの「超学校祭」をゴールに導くことができたのかこれまで私はすごいプロデューサーになりたいって思ってました一人で全部何でもできちゃうスーパーマンみたいなでも違った私できないんですやりたいってことはあっても 一人じゃ何にもできなかったでも自分の弱い部分をさらけ出してもう無理だって言って初めて小学校祭のメンバーと同じ温度感になって同じ熱量で一つのプロジェクトを作り上げることができたんですそして気が付きましたこれって両思いの法則なんじゃないかなって両思いって私の中では そこにいる人たちがお互いに惹かれ合って尊敬し合って高め合ってそして支え合えるようなそんな間柄になることだと思っています両思いのためには思いいがが共有されていることが大切なんですそんなプロジェクトメンバーが生き生き動くための両思いの法則を今日は皆さんにお伝えしたいなと思います思いが共有されている状態の両思いを作り出すために 法則はシンプルな3つです1つ目自分をよく知ること2つ目自分をさらけ出すこと3つ目相手をよく知ること恋愛でもプロジェクトでも両思いになるための鍵ってコミュニケーションなんです1つ目の自分をよく知ることでは例えば私は何が好きで苦手で得意で嫌いでみたいな そんななんとなく曖昧な部分で分かってそうで分かってないところをきちんと言葉にしておくことそして2つ目の自分をさらけ出すことでよく強みとかは最初にチームで共有できたりもするんですけどなかなか自分の弱みとか恥ずかしいし勇気が出ないし言いにくい部分を言ってしまうことそして3つ目の相手をよく知ることの前にこの2つ目の自分をさらけ出すことが来るのは まあ例えば心理学で行為の偏方性って言葉があるように先に自分の弱みをさらけ出してしまうことで私はあなたを信頼していますよっていう証拠になるしそしたら相手も自分のことをさらけ出してくれるようになるので二つ目に先に自分をさらけ出してしててまうっていうっいことがポイントなんですそんなふうにこの「両思い」の法則を使えばいつかそうですね両思いのための道っていうものがあって。 そこへ思いがだんだんつながっていってこの3つの単純な法則を繰り返していくことでコミュニケーションが深まっていくんじゃないかなと思います。両思いになるために例えば今は一目惚れとか最初に一瞬見て好きになっちゃったとかあるけどでも結局そこから思いがつながっていくのってどん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 相手のことを知って惹かれ合って。 そういうコミュニケーションのもとに成り立っていることだと思うんですそんなふうにこんな両思いの法則を使ってぜひ皆さんにもこれから先にもし何かやりたいことがあったときには自分の思いを伝えて相手のことをよく知るっていうことをやってほしいなと思いますさてこれからの私たちの人生何かをやろうと思ったときには もちろんすべての思いが実ることはないし両思いになるってこともなかなか難しいかなと思いますでもそんな時にもこの両思いの法則を使ってこれが皆さんの心と心をつなぐキューピッドになればいいなと思いますありがとうございました